フィリップ・クプレは、ベルギーのイエズス会修道士。中国名は、カシワ・オーリ。清に渡って、布教を行った。四書のラテン語訳で特に知られる。クプレは、メヘレンに生まれ、1640年に、イエズス会に入会した。はじめ同い年の友人フェルディナント・フェルビーストや、フランスワ・ドル・ジュモンと共に、メキシコ選挙を目標としていたが、 ヨーロッパを訪問中のマルティノ・マルティニに触発されて中国行きを目指し中国に戻るミハウ・ボイムと同じ船で1656年に中国に向けて出発途中シャムを経由して1659年にマカオに到着した。クプレは中国南方各地で布教しこの時に女皇系の孫娘でキリスト教徒のカンディーラの支援を受けることができた。 1665年から1670年まで、陽光先が、キリスト教排斥事件を起こすと、広州に遊兵された。1671年以降は、松江、数名島で布教した。クプレは1680年に、中国のイエズス会の代表として、ローマに派遣されることになった。翌年、中国人の沈福州を伴って、マカオを出発し、バタビアを経由して、 1682年10月にオランダに到着した。ローマで教皇インノケンテウス11世に会い、ミサを中国語で行うことの許可を求めた。クプレは宣教師によって中国語で書かれたキリスト教の書籍400巻を教皇に送った。クプレとチン福州はフランスでルイ14世に面会して、北京に数学者のイエズス会士を派遣するように依頼した。この結果、 ルイ14世は1685年にジョアシャン・ブーベラを派遣した。これはフランスから中国に派遣された最初の宣教師だった。当時、アジアの教会の管理権に関して教皇とポルトガル王の間に争いがあり、その間宣教師はリスボン港を使えなかったため、クプレの帰還は遅れた。クプレはパリに1687年まで滞在し、 そこからさらに、イギリス・ポルドガル・スペインを回った。クプレと、チン・フク州は1692年に、リスボンを出発したが、公開中に、チン・フク州は病死し、クプレも、ゴア付近で嵐にあって、命を落とした。コンキューシャス・シナロム・フィロッサファス・ジョブンより、孔子の生涯、クプレは4書のうち、大学、中央、論語のラテン語訳を、パリで出版した。 100ページを超える長文の序文は、クプレイによるが、実際の翻訳は、イントルチェッパラ複数のイエズス会誌による。序文には64家の図が記されている。なお、孟子を含む4書の漢訳は18世紀初めに、フランスワノエルによって出版された。この書物には、クプレイによる中国史年表が付属している。クプレイは、カンディラの伝記を、ラテン語で書いたが、そのフランス語訳が、 パリで出版された。クプレは中国からヨーロッパへの旅行の途中バタビアに立ち寄り、そこでミハウ・ボイムーによる漢方医学の著作をドイツ人医学者のアンドレアス・クライアーに渡した。この書物はクライアーの名前で1682年に出版された。なお、この書物の著者に関しては議論が分かれ、実際にはクプレが書いたという説もある。 クプレが中国語で表した書物には、天守聖教百問道、四末神論、永年千礼譚、中都市成人行略などがある。ありがとうございます。